サンシャインコーストサンシャインコーストは、オーストラリア連邦クイーンズランド州、サウスイースト、クイーンズランド地区にあるの海岸沿いの地域。人口は、約33万人で、旅行者や季節労働者などの短期滞在者が、約5万人いると推定されている。サンシャインコーストは3つの地方統治区域、すなわち、北部のヌーサ市、中部のマルーチー市、南部のカラウンドラ市から構成されていたが、 2008年3月15日に合併してサンシャインコースト市になった。クーラムビーチ、北方向、クーラムビーチ、南方向シュートブリズベンの北1 0 0トルに位置し、マルチー、パシフィックパラダイス、ムールラバー、アレクサンドラヘッドランド、マルチドー、バダリムおよび南房などがサンシャインコースト地域に含まれる。サンシャインコーストは、 様々な種類のトロピカルフルーツやカクカ類よび生姜の生産が盛んであり、最近まではサトウキビの生産が行われていた。内陸にある南房はオーストラリアの元首相、ケビン・ラットの生誕地である。サンシャインコーストの観光地としては、オーストラリア動物園、アンダーウォーターワールド、オージーワールド、バダリムジンジャーファクトリー、ビッグパイナップルおよびマジェスティック劇場などがある。 12月、1月は、ナイトマーケットも、各地で開催される。サンシャインコースト北部にあるヌーサヘッツは特に観光の中心となっており、海水浴やサーフィンが楽しめるほか、グレート、サンディ国立公園のクールーラ地区における乗馬、キャメルライディング、フレーザー島へのツアーの拠点の一つとなっている。また、ホエールウォッチングや船釣りなどが楽しめる。この地域は、 美しいビーチ、広々とした沿岸の景色、そして内陸部の肥沃な土壌によって特徴づけられている。世界的に、また、オーストラリア国内でも有名なビーチが、ヌーサヘッツ、アレクサンドラヘッドランド、ムールーラバー、クーラム及びカランドラのキングスビーチに位置している。ビーチ沿いや、岬付近には、サーファーに人気のある地域がある。 波はゴールドコーストほど大きくなくロングボードがメインとなっているがショートボードも楽しむことができる。ヌーサヘッツの太平洋側に位置するアレクサンドリアビーチはヌーディストビーチとなっている。イベントマーケット各地で様々なマーケットが開催される。特にユーマンディで毎週水曜日、土曜日に行われるユーマンディマーケットはオーストラリア最大のアートと工芸品のマーケットで あり、600店舗以上の出店がの木を並べ、年間約160万人の観光客が訪れる。ヌーサやブリスベンからのツアーもあり、多くの観光客が訪れる。サンシャインコースとは、ノースレイク、パシフィックハーバー、ヌーサスプリングス、ペレギアンスプリングス、ツインウォーターズ、ハイアトリージェンシークーラム及びペリカンウォーターズを含む多数のゴルフコースがある。 サンシャインコースト地域は、クイーンズランドの他の地域よりも、個性的な国立公園がある。この地域の生物多様性は、沿岸部及び内陸部のマップルトンフォールズ国立公園、コンダリラ国立公園、グラスハウスマウンテンズ国立公園、ヌーサ国立公園及び、フレーザー島やレインボービーチ付近のクールーラを含むグレート、サンディ国立公園の5つの地域に分けられ、 保護されている。ありがとうございます。